どうも、うらさこです。4月5月の新メニュー発表会。はい、さあ、3月以降にですね、新メニューまた出ております。はい、こちら、まず4月からのこのね、はい、カルパッチョ仕立て和牛のお刺し、はい、これ非常に美味しいです、はい、そしてこっちもね、赤身刺身ですね。はい、はい、これが4月の新メニュー、も好評で注文いただいております。カルパッチョ女性とかにもすごい人気ですからね。さっぱりしてて美味しいですね。美味しいですね。おしゃれな味付け。さあ、そして5月の新メニュー、進化する焼肉屋さんですから、こちら、ドドン、これね、和牛ザブトン焼きしゃぶです。焼きしゃぶ、はい、はい、これがその淡路島の玉ねぎでね、有名、はい、甘いですよ。さあ、その新メニュー、こちら用意しておりますので食べましょう。もう試食会はしましたので、はい、味は分かっているのですが、これはすりおろした玉ねぎがこのタレの方に入ってまして、はい、でこのスライスの玉ねぎは巻いてつけて食べてるんです。最初これ一緒に入ってたんですけど、はいはい、それを試食会の時にそのやっぱちょっと分けて食べた方がより美味しさを感じるというふうに僕は思ったので、そうしました。宮迫さんの案で別になったんですね。その鋭さがすごいなと思って。なるほど、はい、巻いて食べると味が違う。へえ、全然違ったよ。座布団もなかなかの希少部位ですもんね。そうですよ。ちょっとレア見に行った方がね。毎月ね、新メニュー出るっていうのもね、そうそうそう、リピートしたくなる。なかなかないのかな、そういう毎月刺身しますよっていうのは。なかなかないと思う。だから秋が来ないよね。しゃぶしゃぶ、もう焼きしゃぶですから、しゃぶしゃぶする。わー、美味しそう。いいですね。あー、もうたまらない。わー、すごいですね。あ、いいですよ。もうこれぐらいで全然いっちゃいます。いっちゃいます。はい、ね、そして巻いちゃってください。なるほど。ちょっと手が震えてますね。お酒の飲みすぎで手が震えるとか言わないでください。はい、いきます。はい、うん、肉の脂の甘みとこの玉ねぎの甘み、そしてシャキシャキ感で、このタレね、ポン酢、ポン酢だれ、はい、ポン酢、これでさっぱりさっぱりしてるんですけど、お肉の旨みはしっかりとこう口の中に回るというね、素晴らしい商品でございます。すごい、これはいいね。この玉ねぎ、はい、水にさらしてなくても辛くないっていう。そうなんです。すごい玉ねぎ、本当にね、玉ねぎだけでも食べたんだけど辛くない。あやと人気ですからね。あやと、はい、玉ねぎばっかおかわりしてくれた。あやとくんめっちゃ好きで。あ、そうなんだ、うん、その試食は僕入れなかったんですよ。あ、そうですね。あやと、いや、お肉より玉ねぎがうまい。それはあかんやろ。あやとっぽいですね。お肉もうまいし、玉ねぎもうまいで、お肉より言うとあかん。じゃあ、はい、お料も食べますか。ありがとうございます。焼いていただいて贅沢なんで、すいません。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。頼むよ、お料。はい、え、はい、頼むよ。僕はな、すいません、お先にちょっと僕箸の持ち方が申し訳ないです。たくさんなんですいません、許してください。はい、そうです、美味しく食べさせてもらいます。たくさんなんですけど、あえてね、僕玉ねぎ好きなんで、玉ねぎ、多分血もサラサラにしてくれるんじゃないですかね。だからそう、美容健康にも良さそうな気がします。そうだね。はい、それではでは、一口でいただきます。うん、甘いタレじゃないので、はい、酸味があるので、ちょっとお口をすっきりしたいなっていう時とか、お口お口をさっぱりさせたい時な、はい、時にとか、はい、
脂っこいものちょっと食べ過ぎたなって時とかリセットしてくれる感じがいいかなと思います。なるほどなるほど、うん、美味しい美味しいね美味しいね美味しい美味しいね。じゃあおっさんのためにもやっといてあげるわ。はい、僕後でいただきます。後で食べ、はいはい、5月もう一個ね新しく始まったものですね。そうなんです。なんと、はい、何でしょう、コースができました。贅沢、焼肉のコースですね。はい、こちらですね、王道コースでキムチナムル、ハチミツメラ、ヤマキムチ、ムンサーの焼肉、ウイナキムチ、チョリギサラで座右付け、和牛ももさし、名物キラビタン、ショギアストカラミ、和牛サーロイン焼き、好き食べ3種盛り合わせ、本日のホルモン3種、海鮮ネギチヂミ、焼肉のガリクライス、タマコス、本日のデザート。これだけの種類が食べれて、なんと1万円でございます。これ本当すごいっすよね。これ大丈夫か。まあでもあのおすすめのものばかり入ってますので、ぜひあのコースの方が食べたいという方もぜひあの頼まれてください。はい、はい、本当お得、お得でございます。というわけで5月の新メニュー、4月の新メニュー、5月の新メニュー発表でございました。今後もいろいろ新メニューは考えていきますので、皆さん牛宮城これからもよろしくお願いします。マッソル、え、え、はいはいはい、うん、終わり、はい、はい。